番組では4月以降のさらなるパワーアップを目指し水面下で新アシスタントオーディションを開催。先週その事実を知らされた現アシスタント伊藤は突然の新アシスタント候補8人の登場に大パニック。会場は一触即発の険悪なモードに。収録は終了。伊集院と伊藤が帰り、スタジオにはアンタッチャブルと8人の女の子が残った。はい、私とエリカはですね、はい、お先に失礼しますなどと言いつつ、別室の方にやってまいりました。はい、そう、実は伊集院の指令を受けたアンタッチャブルが新アシスタント候補8人と偽番組を収録。伊集院と伊藤は別室でその様子を見ながら3つの項目でチェック。4人の最終候補を選び出す。最初のビジュアル&キャラクター審査には当番組プロデューサー電通の町田も参加。アンタッチャブルの俺らが見てやる伊集院さん、そして伊藤が帰った最中、ね、アシスタントが変わるということで、はい、僕らだって見る権利はあるんじゃないかと。そうでしょ。そうです、もちろん何の権利もないけども、うん、見てもいいだろうということで、いいだろうということで俺らが見てやる。そう、やたら上から言っちゃいましたけど早速挑んでくれる8人紹介したいと思います。行きましょう。1番の方どうぞ。まず1番は谷梨沙ちゃん。伊藤とエリサというユニットを組む仕事上のパートナーなのだ。ゲームはあの連打する記録を通系統で、あのゾンビを撃ち殺すやつです。ハウスオブデッド。うん、あれでゾンビを撃ち殺してストレス解消しております。おお、日頃谷ちゃんはこんな語れるぐらいゲームはやってる。やってないよ、ゲーム全然わかんないとか言ってんじゃん。相当勉強してきてますよねこれね。2番の松岡由紀ちゃんは事務所の枠を超えて伊藤とお友達。特技は空手とダンスといろいろいっぱいあります、うん、でも言い切れないことあるんだ、はい、空手をやるんです。あ、なかなかそう見えないですね。ね、その意外性みたいのはなんか結構ベビーフェイスじゃないですか、はいはい、僕割といいなと。3番小田芳美さんは日本テレビ大破少年で熱狂的巨人ファン、ジャイコとしておなじみ。大破少年の中で、ね、うん、熱狂的巨人ファン VS、うんうん、中日ファンっていうのが去年あったんですよ、うん、おー、どっち？ジャイコです。ジャイコ？マジ？飛び道具ですよね。そうですね、うん、ジャイコでもあの深夜番組作り的には、はい、飛び道具っていうのははい、ありだと思います。おお、この際この際この際が分かる。 0.01% ぐらいジャイコで来るから。そっかそっかそっか。4番は超ゲーマー小田島琴美さん。やだダメなんですか？あ、もうちょっとこの4番に関してはちょっと違うんですか今。ちょっとなんか見方が違うんですね。何か、なんかチャイナ服を着てきた時点でちょっとオーディション、いや、オーディション結構谷間美恵系とか横チラ系とか割と来てましたよ。伊集院さん大好きです。伊集院さん大好きなんですよ。理想の男性みたいな。はい、本当に、うん、大好きです。マジで言ってるの本当？じゃあ福山雅治と伊集院さんだったらどっちが？伊集院さん。ソリマチタカシと伊集院さんだったら。伊集院さん好き好きアピールしてるじゃないですか、さっきから。それは好きなの作戦？作戦作戦。あぶねえ女の子ですか。あぶねえ、あぶねえ女の子、わ、怖いね。さやかちゃんは現在16歳。え、16歳ってことは高校生なんだ。1年生です。はい、高校、これよこれだもの、学生1年生ですこれ、でもちょっと深夜的に受けるんじゃないですか。そうですね、この微妙な年頃というね。絶対レギュラー取るぞという意気込みを。はい、いっちゃおう。明るくて元気で、若くて、やる気だけは誰しも持ちまして。ちなみに高校何年生だっけ？1年生です。1年生かつく1年。かわいいじゃん、でもかわいい。何がかわいいは素直に認めようよ。今の1年生だよ。ダメだよ。だって A から1年生だとやるよ。こうやって1年生。いや1年じゃないからさ、何1年なんだよ自然にできなきゃいけない。今のね、いいですよね。あれ結構難しいとこですよ。姉妹で登場。まずはお姉さんのあかねさんから。この時間帯に皆さんが安らげるようなこう番組を私は作っていきたいなって。いいじゃない。でも本当に健康美人ですよね。そうですね、そつない感じ、そつない感じはしますね。だから逆に仕切ってもらってこっちがボケるっていうパターンだってこれできますもんね。今は絶対できないパターン。そうなんですよ。あの今のアシスタントはね、僕のねボケを見殺しにしてますね。気ざりになってますけど、私ゲーム音痴なんですよ。ゲーム音痴？まずいな。いや、まずくないですよ。今から皆さんと一緒に勉強していきたいなと思って。
だから皆さんっていうのは見てる方結構好きなのよほら、あの山の場合は家でゲームを見てることが多いから気持ちが分かるのね。最後の小池幸恵さんは伊藤の事務所の後輩ながらも現役慶応大学2年生。私こんなとこだったら負けないのって、うん、あちょっと勉強不足っていうのがちょっと気に入らないんですよね。あ気に入らないこんな事務所だとやっぱ言うなよ。それだって怖いぜ。嘘です。嘘。いや先輩だから。いい先輩なの。いい先輩です。ていうかいい先輩って喋ったことないよこうしてビジュアル&キャラクター審査は終了。それぞれが気に入った4人を投票。さあ結果はどうだろう。ゲーム業界最新のトピックス、トピックスニュースエキスプレス。今週のトピックスはこの5つ。まずはエクスターミネーションのシークレットイベントに行ってきました。はい、じゃんじゃん吉野わかめです。今日はなんとあの話題作エクスターミネーションのシークレットイベントにやってまいりました。中ではなんだか豪華な内容が盛りだくさんの様子です。早速行ってきます。話題のパニックアクションエクスターミネーションがいち早く体験できたこのイベント、100台を超える私有台で思う存分遊べたり、超豪華ゲストも応援に駆けつけたりと会場は大いに盛り上がっていたのだ。そしてこの日のみ特別上映されたプレミア映像がこちら。舞台となるのは南極の極秘施設。迫り来るクリーチャーを多彩な攻撃で打ち破っていこう。行き止まりや深い崖など絶体絶命のピンチの連続。それでも壁や崖には越えられるものも多いから諦めないことが大切なのだ。そしてスペシャルトークライブには視線が集中。見てもらうとですね、映像がですね非常に出来が良くてですね、その中で怖いなんかこうハラハラドキドキする冒険をしながらさらには爽快にバリバリと敵を倒すという。テレビゲームとしての一番いいところといいますかね、一番面白い部分っていうのを今回きっちりと入れてありますので、そういう意味では爽快感ももちろんそうですし、いろんな楽しみ方をやっていただけるんじゃないかなと思います、ね、そうですね、はい、今日はエクスターミネーションの世界がいち早く体験することができました。今後もこういった一般の人たちが参加できるイベントが増えるといいですね。それでは今日はこの辺でぶっちゃーん。続いて心と気持ちの RPG。 エンドネシアは手作りの温かさをテーマに少年の冒険を描いた RPG。 少年の気持ちが変化すると手に入る不思議な力エモを使って神様を見つけよう。今までにない質感と世界観は癒し効果も抜群なのだ。どこでも一緒がもっと楽しくなる。アイモードも一緒はあの人気ソフトどこでも一緒の追加ディスク。アイモード対応携帯電話とプレイステーションを接続すればネットワークを利用してしりとりや名刺交換ができるのだ。ポケピの動きや遊ぶ時の部屋も増えているぞ。視聴者参加型テレビ番組ゲーム。チェキ TV はいろいろな人から楽しいネタを集め、それをもとに番組を作ってしまう新感覚ゲーム。さまざまな番組の中から気になる番組を見つけたら PS2 にダウンロードして投稿しよう。ネタが良ければ番組に参加できるのだ。最後は今週発売のおすすめソフト。今週は協力アクションゲームが目白押し。まずは華麗なトリックを決めてステージごとの条件をクリアしていくトニーホークスプロスケーター2。得点を競ったり鬼ごっこができる2人用モードや選手やステージが作れるモードが新登場。続いては NHL の2001年の最新データを収録した ESPN ナショナルホッケーナイト。30チーム900人の現役選手たちがリアルなグラフィックで登場。試合中退場者の人数に応じて作戦を変更することもできるのだ。こちらはドナルドダックが画面いっぱいに飛び回るドナルドダックレスキュー大作戦。ドナルドのお友達デイジーを救うべくステージをクリアしていこう。タイムアタックやハイスコアにも挑戦できてやり込み要素も超充実。アクションゲーム最後は旅客機から戦闘機までさまざまな飛行機を操縦できるパイロットになろう2。
回天候の変化や時間経過をリアルに再現。乗客を安全に運ぶフライトから激しいドッグファイトまで、さまざまなミッションが楽しめる。そして鉄道を通し街を発展させていくおなじみのシミュレーションゲーム A 列車で行こうの最新作も登場。今回本物と同じ鉄道がいくつも登場。チュートリアルや開発中の都市の状況表示などシステム面もパワーアップ。最後は言葉取る。力を持った言葉、言霊からモンスターや魔法などのカードを作り、それを使ってバトルを進める RPG。 熟語を完成させるとコンボが使えるシステムは画期的。通信ケーブルを使えば言霊の交換や対戦もできるのだ。ここで超豪華プレゼントのお知らせ。アビルディスが東京ゲームショー春にやってくる。 Xbox の最新情報がいち早く聞けるビルゲイツ基調講座に25組50名様をご招待。この番組はエンターブレイン、任天堂とご覧のスポンサーの提供でお送りします。ゲームボーイアドバンス。お、ナポレオンいっぱい動いてる。守護、今だ、攻めろ。よし、ご褒美。え、なんでだよ。攻めるか守るか。攻める、守る、考える。兵を動かし勝利をつかめ。気合だ。え、何これ。ゲームボーイアドバンス、ナポレオン。最新情報、桜大戦3、針は燃えているか。この攻略は芸術だ。ゼルダの伝説、不思議の木の実、エキサミネーションの攻略もついにスタート。ファミツー .com リニューアルオープン。Kampen kan ikke vinnes uten venner. Man kan ikke leve uten kjærlighet. Simulation RPG. Emblem Saga. 続いてはアンタッチャブルの個人的質問と偽り、本音を聞き出す人間性チェック。それでは審査に大きな影響を与えた3つの質問をどうぞ。仕事の話が来るまでは、伊集院さんをよく喋るただのデブだとそう思っていた。うん。ああ、谷ちゃんそうなのね。谷ちゃん分かった。売れるためなら裸の仕事も OK だ。うん。どうだろう。小池ちゃん。小池ちゃんと。人間性は小池ちゃん。私はゲームウェーブのアシスタントに絶対なりたいよと思う人は手を挙げてください。肩の関節が外れるぐらい開けてましたね、今ね。読んだ、むかつくだけど面白い。ああ、今出てきた、むかつくだけど面白いですよ、そこなんですよ。こうして人間性の投票も終了。そして最後の審査項目は、最後はですね、はい、ゲームの技術。でも技術だけじゃないですよ、ゲームに対する真剣な取り組み方っていうのも入れます。はい。最終項目はファミ通浜村編集長も審査に加わり、音ゲーの定番ダンスダンスレボリューションのレッツゲットダウンで技を競うのだ。まずはこの2人の対戦から。頑張れ頑張れ頑張れ、まだまだあるよ、大丈夫よ。左下右、そう、上下、松尾家、何手が、松尾家楽しそうですね。いいですね。続いてはこの2人、小田島の実力はいかに。やっぱりでもゲーム自信あるだけあんな。小田島ちゃんはある程度やってる動きだもんね、これはね。そうそうそう。でも6番の神谷、そんなにゲーム慣れしてないって言われには頑張ってますけどね。うまいうまいうまい。左右、はい、上下、左右、上下。すごい。おお。でもね、やっぱり森本ちゃん、やっぱこのイエーイでもカメラを持ってくる力はありますね。今のなんかはね、大事なリアクションですから。おら、ラストはこの2人。踏ん張れ、まだいけるよ、まだいけるよ。頑張れ頑張れ。左下、左、左、左、そうなんですよ、これね、余裕加減よりも困り加減が実は評価されたりもするんですよね。難しいな、ね、ちょっともったいなかった。やっぱりジャイコに元気がなかったな。さっきから動きが気になるのはやっぱり伊藤ちゃんが小田島ちゃんを入れてるのか入れてないのかってことなんだよね。微妙なんでしょ。
絶対お友達にはなれないタイプなんだけど、小田島を倒して残りたいみたいなところがあるんでしょ。結構難しいかもだって。今日なんかすごいものを持ってくるって噂が今スタッフの間で。そうなんですよ、もう本当に命がけでしたね。持ってくるのは本当に命がけです。何ですか、何ですか、入り混じり社長そのものとかですか。パパパパパパパ知ってる、知ってる。これへえすごいじゃん。これ本当に、これいわゆるあの展示用のモックアップとかじゃないじゃん。違う違う、なんか全然ゲームボーイと重さとか変わんないんだね。これ動くんですかマジで。あのソフトも入れられます、つけてみてください。スイッチオン。こんな音すんな。いい感じでしょ。メレンピーなんて。まああの一見サターンプレイステーション並みの映像が出してますよ。いや本当ですよこれ、うん、中にプレステ入ってるみたいな、はい、本当にすごいな、うん、なんかね最初僕の感覚では初期プレステぐらいのソフトが出るのかなと思ったら、うん、これプレステ中期ぐらいのソフトですね。これ対戦とかできんのかな、うん、え、もちろんできますよ。え、通信対戦でき、通信対戦ってここソフトが1本あれば4つ繋がってできるという。それマジでそうなったんですか。いきますよ浜さん、えらく早くからその情報言ってたじゃないですか。できるようになりましたね。ソフト、マシンの発売日が3月21日なんとこれだけの数が1日出るんですよ。すごいなぁ。うわ、俺はね、一応ね今んとこ絶対買うなと、悪魔城ドラキュラと、それからチューチューとミスタードリラーもおすすめです。あー、買うね。うん、 F-0 も買うね。F-0 もデッキすっごくいいですね。あ、そうですか。意外なところでね、クルクルクルリンっていうのがね、これ対戦プレイすごく面白いという評判になってますね。ちなみに、いろいろこう新聞とか小説出てますけど、どれぐらいのこう売れ行きが予想されてるんですか。初期段階で今のところ60万台出荷っていうふうに言われてますけども、なんとか100万に間に合わせようと思って今増産してる最中です。要するにそれはもう要するに売れる売れないじゃなくて工場の限界、出荷の限界との戦いなわけですよね。そうですね。で、ほぼもう埋まってますね。予約で埋まってます。これぶっちゃけた話聞きたいんですけど、買えるんですか。これはなかなか難しいと思いますけど俺ね、近所のゲーム屋さんとかおもちゃ屋さんちょっと出遅れたんですよ俺。みんなさ、ほら一応タレントなんだからいくらでも手に入ると思うでしょ、ね、そうでもないんですよ。それで近所のおもちゃ屋さん等に行ったら、ちょっと初期出荷分に間に合うかどうかわからないって言われるんですよ、そうなんですよ、そうなんですよ。一応全部で15台予約してるんですけど。15台予約してるんですか。はい、現行のあのゲームボーイのソフトあるじゃないですか、もう発売になってますけども、実はですね、これはオンエアできないかもしれませんけど、はゲームボーアドバンスってやると内容が変わるんですよ。そっか、これ忘れてた。これゲームボーイのソフト動くの。全部動きますよ。いいじゃん、すごいじゃん。うん、は、シナリオ的にちょっと変わってますね。急にですね、アドバンスバージョンが発売になるってことが分かったんですよ。発表あった。発表ありました。あのキャラクターも出てきてますけど、ちっちゃい頃とか出てきてるんですよね。もうだからもう出ればもう確実品打ちですね。おそらく子供は今座りぐそでしょうね。でしょうね。時代変わったわこれ、このピンボールさん。なになに、面白いらしいよ。俺のおかげかな、俺たち。はい、また起きた、急げー。スーパーロボットピンボール好評発売中。やりたい。ハロープロジェクトがプレイステーションのゲームになった。いらっしゃい。運がいいわね。美味しかった。負けへんね。めっちゃドキドキした。天空のレストランハロープロジェクトバージョン好評発売中。メディアファラリー。ゲームウェーブ視聴者の8割以上の人がすでに見てる。あなたは見ました。今月はメタルギア2スペシャル映像や FF10 独占インタビューなど怒涛の120分ゲームウェーブ DVD。 エンターブレイン、戦いの地平へ。鋼鉄の獣たちが活躍した第二次世界大戦、その戦場の緊迫を実感できる戦車戦シミュレーション、パンツァーフロントビス。3項目にわたる審査は全て終了。あとは合格者の発表を残すのみ。参りましょうか、はい、スタジオの方に、はい、それじゃあ行きますね。じゃあ、はい、どうも。これ伊藤があんまり言うから私も結構入れてるね俺。じゃあ感想、ね、聞いていきましょうか。じゃあまず1番から。いい時間でした。ほんといい時間でしたね。おー1番、はい、どうでした、どうでした。別に先輩後輩だからとかっていうわけじゃなくて、彼女、英語さっき彼女、なになになに帰ったんじゃないですか。
でですね、はい、審査が終わりました。ずるいよ。別スタジオの方でですね、はい、皆さんの頑張ってる姿を見せていただきました。谷さん、伊集院さんはこの番組の話が来るまで単なる喋るデブだと思っていたというふうに。いや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 、谷さん、谷さんの手は上がってましたから。谷さんの手は上げてました。いや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 、あと小池さん、はい、小池さんだけは、仕事のためなら脱いでもいい。結構ちゃんと手挙げてらっしゃいましたよ ね。シビアな話をしました。全て無記名で投票で決めました。はい、はい、そして、ここで一気に4人の方は脱落します。今この場で、はいはい、自分たちの知らぬ間にオーディションが行われ、その結果が発表されるとあって驚きと不安が隠せない8人。しかし異常にも不合格者の名前が次々発表され、また一人と会場を後にする。そして残った不合格者はあと一人。飯野さん、残念ながら。ありがとうございました。ということで、まずですね、この本戦の第一次予選を突破した方です。松岡さん、はい、そして、小田島さん、森本さん、小池さんの4名です。おめでとうございます。宇田島さん、スタジオの下馬評ではビリですけどね。みんなちょっと目が離せないところに来てるんですよ。で、あと伊藤ちゃんの方は、こんなコメント。宇田島を倒して残りたいみたいなところがあるでしょ。っていうか、ムカつくんだもん、だって。倒したい。じゃあ今落としちゃえっていう感じなんだろう。どうなんそれは。そうなんだけど、そしたらね、戦いにならないじゃん、いいか、本気だから。小田島を倒した上で残らないと、なんかダメだと。そう、だってチャイナ服だもん。ずいぶん。やるからには戦って勝ちたいっていうことで、伊藤ちゃんから票が入ってるんですよ。最後の最後のところで戦いたいと。あ、なるほど。アシスタントの座をかけた戦いが始まるということは、あの伝説の企画の復活です。ゲーマー呼び棒効果セッション。この瞬間、ついにあのゲーマー呼び棒が復活。知らない人のために説明すると、1年前アンタッチャブルと当時のアシスタントの川村ひかるが3種類のゲームに挑戦。アンタッチャブルよりクリアしたゲームが少なかった川村は、その場で番組をクビになった情け無用のセメント企画なのだ。そしてここで今回のゲーマー呼び棒のルールが説明された。まず伊藤ちゃんは自分との戦いでクリアしてってください、はい、全部で3周、はい、3種類のゲームの課題が出ます、はい、そのうち2つクリアできれば残留です、はい、おお。しかし、はい、1つしかクリアできない、全部クリアできない場合は、うん、テレビはですね、温かい言葉を使いますね、はい、うん、卒業です。卒業します。すごい。2軍の4人はですね、それぞれ同じ課題をやってください。分かりました。で、そのやってる真摯な姿というのはテレビの前の視聴者の皆さんに見ていただきます、はい、で、その結果ですね、ホームページを立ち上げますので、はい、インターネット投票をします。おお。もしこの伊藤ちゃんが、卒業した場合は、その中で一番得票数の高かった人が晴れて新アシスタントという形になります。クリア云々ではないってことですね。そうですよ。そして全員に与えられた一つ目の課題は、 PS2 のスノボーゲームエクストリームレーシング SSX のレースモードを、レベルはセミプロ、コースはスノードリームコースを使ってスコア6000点以上、2分50秒以内のタイムでゴールすること。普段からゲームに接していれば楽にクリアできるはず。そこでエレクトロニックアーツスクエアの那敷さんに攻略法を伺います。まあ、言ったらみんなゲームに関してまだまだ素人の子もすごく多いんですよ、うん、で、この難易度について説明してほしいんですけども、うん、ポイント的には6000点は結構すぐ取れると思うんですよ、はい、タイムの方がですね、ちょっと厳しいかなと。だからここをとにかくまずタイム重視で考えていただければいい。逆にこのタイムがクリアできるようだと6000点ぐらいはまあ入ってておかしくない点数、当たり前のように取れるような点数ですね。みんな分かった？頑張りたい。俺、お前らに一つだけ言っておくことある。おぉ、ゲームボーイカラー、
ゼルダの伝説、不思議の木の実、時空の書。それは時の流れがおかしくなった世界の冒険。時空を超えて謎を解け。ゲームボーイカラーゼルダの伝説、不思議の木の実、時空の書。大地の章と同時発売。伝説はつながっていく。3針は燃えているか。この攻略は芸術だ。ゼルダの伝説、不思議の木の実、エクサミネーションの攻略もついにスタート。ファミツー .com リニューアルオープン。新しいカードバトル始まる。ついに新女神転生の悪魔たちがカードゲームになった。新女神転生トレーディングカード、カードサマナー。通信で対戦バトル。この番組はエンターブレイン、任天堂とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。俺はケツカッチンだから他の番組に。イエーイ、まあ、サイ、お前ら自分の力でここまで這い上がってこい、バカ者。なんで俺らが怒られてんのか。俺は地下鉄で行くからな。タクシーで行け、タクシーで。お前ら勉強しとけ、勉強。頑張ります。よし、結構もらってんだからさ。ということで、ゲームウェーブのホームページで対戦。アドレスはこちら。あなたの一票でアシスタントが決まるかも。緊急告知。ゲーマー予備校ファイナルバトル公開録画決定。参加希望の方はご覧の宛先まで。電話番号を忘れずにね。次週はゲーマー予備校いよいよ第一課題に挑戦。かなり早いですよ。あ、裏技だ。裏技だ。果たして崖っぷちに追い込まれた伊藤の運命はいかに。今夜もファミ通より攻略本、ゲームボーイ版、ウィザードリー公式ガイドブック、迷宮聖典とそのソフトをセットにして5名の方にプレゼント。そして番組特製クオカードプレゼント。全国加盟店 HMV でもご利用いただけるこのクオカードを